が上がってから高く上がるのが彼のですね、お約束ですね。そうです、そこから突っ込んでくれてるね。はい。あ、こんな風に書いてありますね、切り返しました。さあ、皆様、グランドさんの前に次です。大きな声援、拍手をお願いします。さあどうでしょう。今度はもう一度その彼のコックピットの中の映像を捉えていた、その時に彼が音楽に合わせてしっかりとこうリズムを取っているのを皆さん分かりました。そして今最後には何だか日本の日の丸を振ってましたね。さあもう一度そのキャストロファントロー選手が、あ、今度は止まろうか、コックピットまでまた差し出していますね。はい、さあ後藤さん、これまた彼はもう一度来ますよね。そうですね、サービス線をしてません、防線ですからね。第二の入り口、ファントーバ選手、やはりそのサービス精神はたっぷり出してくれましたね。はい、さあ今オーボールカメラの映像、アストロビジョン、まずは1回目の第2キス、ちょっと数が増えてね。さあグランドスタートフェイデガーガーです。皆さんスペードの確かにパリナ選手に、声援の方をお願いいたします。では振ってください、拍手を振って仕上げてください。手を振ってくれていますね。
再びグランドスタンドの右手側から、もう一度ロシアの舞姫スベトラナ・ガバリナ選手による歓声です。クラシカルなものだったんですが、いやー、盛り上げるのもうまい。